はい、じゃあね、50になったからこそ言える恋愛ネタでございます。今日はちょっとね、また深刻ですよ。これはね、最も私のところに来る相談で、実はね、私が結婚前からこの相談ね、よく受けてたんですよ。というのが、なんで結婚したら男性負担が大きくなるんでしょうかってことなんですよ。それは当たり前ですよね。男性一人が稼いで、あと家族を使うばっかりですから、それはどん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 気持ちは離れていくし、なんかその節約志向ってのもね、やっぱこう家族が持ってくれるのはありがたいんですけども、まあ応用にして的外れなんですよね。どっちかっていうと稼いでる人の神経逆なでするものばっかりで、でなんかこうイラついてくるみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱね、だから男性働いてる側として、お金稼ぐ側としてむちゃくちゃシビアなんですよね。それこそ使うお金が増えるように考えていったりとか、全く浪費ってなかったりとか、中には趣味とかはもう全部手放しちゃう人もいるんですけども、そうなってくる反面、なんかこう自分があまり家に迎えられてないっていうかね、別に王様扱いしてくれってわけじゃないけども、結構虐げられたりとかね、まあ、かわいそうな立場にいるんじゃないかなって、まあ、それってのはまあずっと黙ってるわけなんですけども、まあ鬱屈したものが結構ね、どっかでこう蒸発とかね、浮気とかになってくると。しかもこれがね、上手なんですよ。バレないんですよね、男性の浮気ってのは実はで女性はまあ女性もバレないんでしょうけどもね。でやっぱね、まあ、別に家庭ができちゃうみたいなこともあって、最近中本浩二さんってお亡くなりになったでしょ。81歳、実は内縁の奥さんがいたという、そこの帰り道での事故だったということもあってね、これどうなっちゃうんだろうか、報道はあんまりされないような気がしますね。さすがビッグネームですから、いいイメージのまんま見送りたいなっていう意向が働くんではなかろうかと思いますし、まあ、奥さんにしてもね、内縁の妻がいてそれにコメントを持てられるのもきついですしね。それから内縁の妻という方は一般人ですから、報道も入りにくいということで、なんか結構すごいですね、81歳にしてね。なんか別の家があって、しかもその奥さんと共同経営してるお店があったみたいで、そのお店の帰りの事故死ということなんでね、まあ、この事実だけ捉えていろいろと想像を膨らまして、落としめるようなことはしたくないと思いますんで、この辺にしておきますけども、やっぱね、多い相談のことはね、それですよね。なんかすごくこう乖離が起きるっていうかね、まあ、分かってもらえないということがありましたね。これは分かってもらうと思うなと私は言うんですけどね、お前はお前だというね分かってもらわずに孤独に行けという、だからなんかこの人間関係ができればできるほど孤独を感じることってあると思うんで、一人なら感じない孤独ってあると思うんですよね。そういうところがだんだんこう浮き彫りになってくるのが、年齢を重ねて感じる哀愁というものではなかろうかということでございます。さあ、いかがでしょうか。どうしてなんでしょうか。どうして、まあ、ナミさんはね、自分で稼がれてるんであまり思わないと思いますけども、結構ね、きついもんだと思いますよ。で、あるね、20代の方はですね、実はね、まあ、女の人が私のところの速稼塾の入塾をしてきてくれたんですけども、数年前に。その人は旦那さんがいきなりね、逃げちゃったんですよ、ね、その人が言うには。なんか子供が2人目ができて、1人目をね、2歳半ぐらいで一緒に育てていて、次の妊娠が決まった瞬間に、もう俺も自信ないわって、からこんなもうこれずっと続くの耐えられないわとかって蒸発したんですよ。で、後から手紙が来て、でご両親からの手紙を添えられてきて、もうかなり参ってるんで全然打ち明けられなかったみたいなんで、もうそっとしといてくださいみたいな感じでね。でその女性の方はもういきなりそんなことになって、まあ、二重の意味で絶望だったらしいですね。一つはうまくやってたつもりだったのに全然そんなこと分からなかったと。あ、でもそんなに自分に対して鬱屈したものとか我慢したものがあったんだなと思ったら、なんかすごく責任を感じるというようなことですよね。だから自動的に月末にお給料が振り込まれてそれでやりくりしてみたいなことじゃなくて、本当なんかこういろいろ思ったことがあったんでしょうね、その方もね。分かってあげられなかったって、なんかいい気になっていたみたいな感じですごく反省して私のところに来て、私もその時結構ね、親身になりつつも結構叱ったんですけどね、そういうふうに結局追い詰めてしまったのはあなたですよってことなんですよ。のほほんとしてダメですよ。
自分で生きていくこととか支えていくことっていうのはやっぱり生半可に考えちゃいけないし、その時もね、その女性も、まあ、私の指導を受けてね、毎月10万がね安定するようになったんですよ。毎月10万の収益が。でそれをいつか家計が困った時のためにずっとね貯金していって100万前後貯まってたんですよね。でもそれを内緒にしてるのも多分今思えば良くなかったのかなと。私も頑張って内職して子育てしながら家から出れないけどもこうやって稼げるようになったから頑張っていこうねっていうのがあればよかったんですけどもね、いい意味でびっくりさせようと思ってずっと貯蓄してたのが、だからなんかそれが伝えられなかったのがね心残りだと言われてましたね、うん、まあ、そういうところもあったので、その方はね今ね結局ね独立してインスタグラマーになって、なんかうまくいったんですよ。まあ、私はインスタグラムそんなに得意じゃないんですけども、一応インスタグラムで自己表現しながらそこから集客していくことは教えたんですよね。まあツイッターとか YouTube をメインで使うことを教えたんですけど、その方はインスタグラムをやって、で今フォロワー1万人ぐらいで、子育て用のグッズを売る会社にヘッドハンティングされて、そこでね営業部長とかしてるんですよ。今もうそろそろ30になるんじゃないですかねその人も、うん、で今でもその速稼塾に出会って最初に自分で稼げるってこと、子育てしなかったでも10万稼げるってことね知って、全然世界が変わったって言ってましたよね。でずっと、まあ、私の Facebook の投稿とか YouTube とか見てくださってるんですけども、うん、やっぱりすごい人だっていうふうに言ってくれてね、私もすごくありがたいなと思うところがあるし、うん、なんかやっぱり地道にやることがね 誰かの人生が変えるんだなと思うんですよ。みんなじゃないです、みんなじゃなくてもう完全に何もこうやらない人もいるんですけども、1万人1人でもいいから、あこの人のために何かなったなと思ったらちょっと救われる思いがしますよね、うん、まあでもその出て行った男性のこの気持ちもよくわかるなと。なんか結局家計を支えるのが1人になっちゃうわけなんで結構辛いんですよね、うん、特にまあ今20代で30代の方かも考えてみれば、うん、まあだからなんかねこう分かってあげないといけないのかなと思いますね。その何ですかね、家計を支えてくれている人と一緒に暮らす立場としてはね、うん、多分その辺が放置になっちゃって、うん、本当きついですよね。やっぱこう、まあこの時代っていう言い方したら月並みなんですけども、やっぱり1万円2万円っていうのは稼げないですよなかなか。で稼いでない人にはそれが分かんないんで、自動的にお金がね振り込まれたりとか電気代気にせずに引き落とされたりとか、うん、まあ、そういうような気持ちになっちゃうんで、それがなんかすごく離れていくんですよね。だからね、その女性の方にアドバイスしたのは、せっかく情報を取る時間があるんで少なくともね生活経費の節約についてはいろいろと計算して話してあげてもよかったんじゃないかなと。で、まあ、切り替え切り替えでキャッシュバックを入れるとか、ポイントサイトとかあるわけだから、そういう工夫をして負担をすごく減らしてるんだよって。減らした負担は、まあ、お小遣いって言ったらあれだけどもね、自由に使えるように、まあ、もっともっと、あなたにはちょっとお金使ってほしいからっていう感じで、余裕な時間とか余裕なお金とか持たせるようにやっておけば、なんかまだやっていけるんだろうなと思うんですよね。うん、やっぱね、勤め人も辛いですよね。なんか、自力で給料を上げることには限界があるし、うん、でまあお互いに分かんないですよねやっぱね、そこは想像力を働かせていかないとね、うん、まあそんな感じでね結構ね鬱屈したものが、うん、まあ、溜まっていくっていうか、特に一人で生きれる人っていうのは負担になったりするんですよねそれがね。まあ、そんなことってのはないでしょうかということでございます。私もこれね本当身につまされるっていうかね、本当気の毒だなっていうか、愛し合ってたはずなのにこうなっていくんだな、まあ、全部じゃないですよ、そういう人がいるんだなと思ったら、でしかもそれって本当に一番身近な人にこう受け入れてもらわないといけないことじゃないですか。もうなんかね一番大事なことを言わない関係で暮らしてるっていうことなんですよね。だからそれが家族でいながら孤独を感じてしまうということなんじゃないかなと思います。まあ、こんなこともいろいろあるでしょう、ね、お他人様のことではございますけども、まあ、でもそうだよねって、そうなっちゃうよねっていうのはよくよくわかることだと思います。それじゃあ以上でございます。